まあ、これね、妙に高市奈良県連会長に責任を押し付けている風潮がありますね。まあ、正確に言うと、もう荒井知事はもうおそらくもう引退でしょうと、一般論からすると。年齢、年齢、あとキャリアもキャリア。ですから奈良県連は48歳の新たなニューリーダーをということで、基幹決定を県連としてるわけですね。で、それを党本部がこれを拒否ってると。で、記事にもありましたように、二階幹事長と非常に、密接なつながりのある知事ですから、まあ、国交省、まあ、事務次官レースに敗れて、海上保安庁長官を務められて、まあ、二階政調会長の肝煎りでね、奈良県知事になられたと。まあ、こういう経緯があります。そうするとこの選挙ですね、今維新が爆走中なんですよ。そうすると県連会長が高市さんですんで、まあ、万が一ちょっと良くない結果になったなんてことになりますとね、これ地元紙あるいは一般論として、県連会長がなんか分裂を招いたかのような、多分そういう書きぶり、少なくともこれまでそうですし、選挙が終わった後もそんなふうになってしまったら、やはり1年半後にいろいろと各議員、総裁選を控えておりますのでね、ここでやっぱりいろんな政治パワーをこの選挙を使って、利用してやろうかなっていう、そういう部分も多分あるんだと思います。まあ、はっきり言っちゃえば嫌がらせのようなね、そういうところっていうのは、まあ、もちろん吉田議員もご承知おきの話ですよね。どうですか。もちろん、で、特ね。にね、高市先生は、まあ、保守本道を歩まれているので、多くのね、まあ、売国奴とか利権屋とかそういう人たちからは、もう、とにかくうざったくてしょうがないんでしょうから、まあ、一番その嫌がらせの、まあ、党内だろうが、党外だろうが、対象になりますよね。まあ、大変だと思います。はい。そうですね。まあ、やっぱりね、7月8日以降、本当に世界情勢も日本国内も、あと政権のありようもガラッと変わってしまった中でね、本当に保守本流が絶滅危惧種になりつつあると。で、そんな時にね、たまたまちょっとこんな動画を見つけてみたんで、スタッフさん、5番お願いします。やはり私たちが忘れてはならない政治家の一人に、中川正一衆議院議員がおられます。こちら、ちょっとね、まあ、あんまり見たくないんですけれども、まあ、見ておく必要があるなと思って、構成に載せていただきました。動画が出ますんで、スタッフさん、動画流してください。お願いします。昨日の夜から G7 の、会合、まあ、実質には今日ですけれども、やりまして、共同宣言みたいなものが出ました。今後の金融政策の展望について、白川総裁にお聞きしたいんですが。何、もう一度言って。今後の金融政策の展望を、私に対して質問ですか。これからの状況に向かっての G20。反保護主義ということで、議論がされたと思いますが、中川大臣はどのような発言をされたのか。一日も早くこの21年度の予算、あるいは20年度の予算の関連法案を挙げると。今後の金融政策の展望について、白川総裁にお聞きしたいんですが。何、もう一度言って。今後の金融政策の展望を、白川しない。私に対して質問ですか。これまでの G7 に比べて、かなり具体的な対策にまで踏み込んだものであるどうという。だ。
あ、私です。うん。すいません。これからの状況に向かっての G20。 はい、ありがとうございます。まあ私もこれ当時見てですね、まあ今であればもうこれは完全に明定普通の状態ではない、まあ、なんか盛られたんじゃないかっていうふうに普通に思うんですけど、吉田議員どうですか、これ、まあ、これ僕もね、当時の映像ですけどね、ま、子供だったかな、な見たような記憶があるんですよ。で、まだ当時は、そのメディアっていうのが、まあ、今明らかになってるほど、もう卑劣でクソでどうしようもないアホどもしかいないっていうことが、しかいないじゃない、が多数を占めるっていうことを知らない、国民も知らない時代だったので、まあ、これで本当に、中川さんに対して衝撃を受けた国民が多くてですね、まあはい、まあ、メディアとしてはしてやったり、万歳っていうふうに大喜びしていたっていうやつですよね。で、これについて、まあ一説にはですね、読売新聞の越前谷智子で、それから原宗子、佐藤子というの知らない、では、まあ、記者会見の前に悪意を持ってワインを勧めて、で、ワインに風邪薬、まあ、これ睡眠薬ですね、もを入れたという、まあ、その可能性があるのではないかと言われていて、その、状況証拠として、会見の前にこの、記者たちは、面白い会見になるわよ、面白い会見になるわよ、うん、と話していたと。で、この越前はその後ですね、まあ、読売新聞によってアメリカかどこかにね、雲隠れ、まあ、ほとぼり冷めるまでですね、ということを、まあ、して、今、北海道かなんかの記者に戻ってきてるのかな、知らないか、池井社長と。うん。ね、という、ふうに言われている。もし違うんだったら、私、ちゃんと堂々と応じるんで、お二人、説明しに来てください。という、そういうやつだと思います。まあ、当時はね、今のようにインターネットで情報が飛び交うという時代ではなかったですね。 SNS なんていう言葉もまだ生まれてなかったと思いますよ。システムはそれらしいものはあったと思いますけどもね。まあやっぱり中川彰一先生も安倍晋三先生ももう奇跡に入られて、本当に日本にとってみたらね、大事な保守政治家が今この世にいない、国会にいない、まあそれに甘えていて、僕ら保守がね、まあ、このまま成長していかなきゃ、成長が止まるようなことはあっちゃいけないんでね、まあ、頑張っていかなきゃいけないなっていうふうに、まあ、このちょっと明定会見というか毒盛られ会見というか、まあ本当お二方が健在ならね、やっぱり今の日本は全く違う、まあ、このヒロムさんのね、コメントその通りだと思います。まあちょっと痛々しい、あまり見たくない映像ではありましたけれども、まあ、これをねエネルギーに変えていきましょう。はい、では LGBT 法案についてですね、これはしゅんさんのツイッターですね。ちょっと吉田議員、まあ、ご自身でちょっと紹介していただいて、はい、はい、お願いします。でこれね、動画が出るそうなんで先に動画いきますか。はい、はい、ね、その方がですね、その後吉田議員からもうすぐコメントお願いします。はい、じゃあスタッフさん動画お願いします。もっと重要なのは、今岸田文雄という男は LGBT 理解増進法と言いながら実は差別禁止法を作ろうとしているという最大の問題があって、うん、だからこそ今ね、法案の骨子を出せずにいるんですよ。なるほど。で、統一地方選まではこれ保守派の反発が厳しいから伏せとこうという戦略に出てるんです。うん、でも私は
内部を取材して、岸田文雄とその周辺、特に木原誠二が一番危険な政治人、トランスジェンダーですね、の差別を禁止するという条文を入れ込んだ LGBT 法案をもう書き上げてると聞いてます。これは絶対に通してはいけない。日本社会がめちゃくちゃになっちゃう。実際イギリス、アメリカはめちゃくちゃになっているけれども、左翼に染まった大手メディアではほとんどこの実態が知らされてないだけなんですよ。そりゃそうですよね、うん、で世界の潮流だって言うけど、カソリックもイスラム教も仏教も基本的にもう同性愛、同性の性交自体宗教的な罪だって言ってるのが世界で40億人いるんですよ、はい、世界の潮流だっていうんだったら、そういうところは後進国だってことですかと。だから左翼の論理にはね、きっちり保守側も理論武装して、そんなの必要ないと、加藤さんみたいにね。それから世界の潮流じゃない、それから差別禁止法をすると、女子風呂にペニスをつけた汚いおっさんが入ってくるんですよ、うん、でこれについて細野豪志はそんなことは起きないと言ってるけど、うん、実際にイギリスでは最初はペニスの入っている人は女子風呂に入れませんと言って始まったけど、ペニスを切除する手術を強要するのか、それこそ差別だと言って、性自認だけが男風呂、女風呂、男子トイレ、女子トイレのどちらに行くかは自分が女だと言った人は誰でも女に行けるというふうに変わっていっちゃったんです、うん、それが差別禁止法の最も危険なところなんですね。はい、じゃあ吉田議員コメントどうぞ。はい、この、 山口紀之さんのこの、まあ、この短い時間の、まあ、説明解説は、いや本当にね、よく言いにくいけれども本質的に問題であることを明確にですね、まあ、述べていただいたというふうに思っています。本当にこれこれだけじゃないですけど、これ一番問題である、一番問題のところの一つですよね。でそして後で、まあ、長尾先生から解説あるのかもしれませんけど、自民党がまとめよう、過去まとめようとしたやつはその性同一性という概念でやろうとしていた。で野党などとやろうとした、稲田さんたちがやろうとした性差別禁止というのは、まあ、とにかくこれはもうダメですよと、自民党はそういう姿勢であったはずなのに、自民党の、総理大臣である岸田さんが要するに野党法案の概念である、まあ、性差別禁止という言葉を盛り込んだものを統一地方選挙後に、まあ出そうとしていると。これはね、一般の国民は知らない、やっぱり永田町に、まあ、何度も調査をしている、取材をしている山口記者ならではのですね、自民党としても本当は隠しておきたかったかもしれない、大変日本の大問題、日本を大きくこう、まあ、まさしく日本を変えてしまうかもしれない法案を自民党が出すんですかっていう問題を、まあ告発したということですよね。あ、凍っちゃったかな。まあ、エマニュエル大使はね、大丈夫？はい、まだ溶けて動き出しました。大丈夫ですか？ええ、はい、ええ、エマニュエル大使を、まあ、窓口として米国から指示を受けてやってるんじゃないかとか、まあ、そんないろんな憶測も出ておりますね。で山口紀之さんがご指摘の通りです。これもすでに各閣僚の答弁書には、性自認という言葉でもうすでに統一されていると、そして、党内においても、あるいは推進派のグループの中においても、性同一性と性自認は同じ意味合いなんだ、だから性同一性という概念も含んでいるから性自認であっても皆さんが慎重派に対して皆さんが心配しているようなことはありませんよなんていう、まあ、屁理屈をこねているわけですね。で問題は国民の多くが性同一性と性自認の違いがわからない。で特に性自認が作り上げる将来の世の中がどんな世の中になっちゃってることかが分からない
状態の中で、それはもう議論としては終わったことになっていて、でこれが、まあ、確かに重要な論点でありますけれども、差別はあってはならないとするのか、差別は許されないという文言にするのか、ここで紛糾してるんですよというふうに論点がすり替えられているというところに問題があります。まあもう推進派の方々、特にまたメディアの方もですね、推進派に大きく偏っているんで、まあこの番組だけじゃなくて文化人放送局をはじめ、保守言論会がとにかく一人でも多くの方々にですね、政治人という概念が作り出す恐ろしい、世の中、欧米で繰り広げられていることをね、多くの方に知っていただけるよう、努力していきたいなと思いますね。一言加えさせていただいていいですか。どうぞどうぞ、はい。私はもとより、こういうその、まあ、内心に関わるようなところを法律にするべきではないという考え方でありますので、はい、うん、まずその、差別禁止法だろうが、次回増進法だろうが、僕は法は必要ないと思っている立場です。こう旧来の刑法、民法、6法で対応できると、私はそういう認識、立場なんですけれども、まあ、要するに敗戦後の日本が憲法を無理やり米軍に変えさせられたようにですね、無理やりどうしても変えなければいけないと強いられるんであれば、その差別禁止という言葉の前にですね、不当なとつけていただきたいんですね。不当な差別というだけで、ある程度ね、なんとか最悪の事態を回避するこう一縷の、ね、望みが最後にこう、差し込まれるんですよ。要するに例の憲法9条の芦田条項みたいにですね、全校の目的を達するためっていうふうに入れたおかげで自衛隊改憲解釈でなんとか入れられるようになったみたいにですね、差別じゃなくて不当な差別というだけで、で坂の人に気が狂ったように差別に不当じゃない差別があるのかとかですね、特技にバカみたいに言うんですけれども、そうじゃなくてやっぱり不当なとつけることが大事で、まあ、他の場面でも申し上げましたけれども、例えば、商業ビジネスの世界では自社の差別化を図るとかですね、自社製品の差別化を図ると、その差別という言葉っていうのは、意味合いのいろんな意味合いがある言葉なんですね。で、別にこう、要するにバカみたいに差別反対、差別反対っていうですね、そういう、こう条件反射、パブロフの犬みたいなことにはさせてはいけなくてですね、不当な差別を禁止するって言ったら、まだ少し緩むなということはね、実は視聴者の皆様には訴えたいと思っています。しかし、そもそも法律化する必要はないと思っています。すみません、長くなります。はい。ありがとうございます。関連して7番、俊さんのツイッターですね。今日の山口の隆之さんのニコ生チャンネルで話されたことですが、多分これ昨日だと思います。LGBT 理解増進法を進める稲田朋美氏は、一昨年安倍元総理の説得を受けて、一旦もう LGBT 法はやらへんとおっしゃったそうです。で、LGBT 議連を抜ける代わりに、党整備新幹線と鉄道調査会の会長に出してもらったそうで、いや、そうなんですよ、これ。これどうですか、吉田議員。ちょっと簡単にコメントください。短くします。ここまでしてもらって、で、なんか、安倍さんの、こう、なんか、意思を継ぐみたいなことを言っといて、全然継がないのは、本当にね、いや、それ、これ知らなかったんですよ。卑劣だな、残念だな、どっちかちゃんと筋通せよと思いますね。いや、本当そうですよね。やらへんっつって嘘ついて、自分はね、こんなね、この整備新幹線の調査会長って、実は数ある調査会の中でね、一番政治家としては美味しいところなんですよ。こうやってて、新幹線ですよ。で、それもまた、今、北陸新幹線がね、今、敦賀まで、そこから先、滋賀県、どのルート通って、大阪まで伸びるかっていうことで、まあ、僕ら近畿圏の人間にとってはすごく大事なところなんですけど、それのね、決定権、影響力を一番持つ、その整備し、新幹線と鉄道調査会の会長ですよ。選挙区に福井ですもんね。これも選挙区福井だから、ね、こんなね、まあ、あえて言おう、俗っぽい言い方、こんなおいしいポストをね、もらってるのに、まあ、
本当に残念で、なりません。ちょっと中途半端になりましたけど、ライブアンケートの結果が出ております。ありがとうございました。玉木国民民主党代表はどの党と政策連携すべきですかということについては、一番少なかったのは共産党、令和、立憲民主 3%、 日本維新の会 6%、 やはり 86% の方が自民公明などの与党ということで、アンケート調査結果が出ております。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございます。はい、それでは22時40分となりました。これから23時までの20分間はメンバーシップレベル2限定ライブ、月額390円、ぜひご登録まだの方はご登録をいただいて、あと20分お楽しみいただければと思います。一般ライブ以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。1700人の方々にご視聴いただきました。ありがとうございます。